今日もお疲れ様です。体の不調は頭皮のこりから。簡単に毎日できるヘッドマッサージで毒出しをして、顔のたるみ、頭痛、肩こりなど解消していきましょう。指の腹を使って頭を3線に分けてジグザグにマッサージをしていきます。生え際から後頭部に向かって頭の中央、両目の上、こめかみと3回に分けて頭皮をマッサージしていきます。髪の隙間に指を入れて、しっかり頭皮に指が当たるようにしながら力強くマッサージをしていきましょう。次は後頭部の中央を重点的に両手で揉んでいきます。頭の一番出っ張っている部分の下、後頭部のへこんでいる部分を両手でシャンプーしている時のようにマッサージをしていきます。力を入れる時に爪で頭皮を引っかかないように気をつけましょう。休憩です。次は側頭部をマッサージです。側頭部は顔のリフトアップにかなり直結しているので、ここだけでも毎日やってほしいポイントです。こめかみあたりから頭頂部にかけて上向きにマッサージをしていきます。グーの手でも、先ほどまでの指の腹を使ってのマッサージでも、どちらでも構いません。休憩です。次は髪の生え際をマッサージです。生え際の中央、こめかみ部分、耳の前と3回に分けて拳でグリグリとしていきます。頭皮と顔は一続き、顔ばかりマッサージしても頭皮が滞っていては効果が半減します。しっかりと境目を緩めていきましょう。次は耳の後ろの生え際をマッサージです。耳周りもリフトアップ、特にほうれい線やマリオネットラインと関係が深い場所です。耳周りのリンパをよく流すために、耳の周りをしっかりとほぐしていきましょう。
休憩です。次は首の付け根のボンノクボをマッサージです。首の後ろの少しへこんだポイントに親指を入れて力強く押していきましょう。頭を上下に動かすとさらに指が入りやすくマッサージ効果が高まります。普段からスマホをよく使うスマホ首の人はここを押すとかなり楽になりますよ。休憩です。次は胸鎖乳突筋をマッサージです。耳の下から鎖骨にかけて走る太い筋肉が胸鎖乳突筋。少し首を反対側に向けるとさらにはっきりと出てくるので手で掴んで揉んでいきましょう。ここは強く揉みすぎると危険なので気持ちよいくらいに優しく加減して揉んでいきましょう。休憩です。次は同じサイドの鎖骨を揉んでいきます。手で鎖骨を上下から挟んで内から外へとマッサージしていきます。滑りが悪い時はクリームを足すか肌をこすらずにマッサージをするようにしましょう。休憩です。次は反対側の胸鎖乳突筋です。胸鎖乳突筋は顔のたるみの原因ともいえる筋肉。ここが硬いと顔を引っ張ってたるんでいきます。毎日のケアとしてマッサージは欠かせないポイント。しっかりと揉んでいきましょう。休憩です。その下の鎖骨をマッサージしていきます。鎖骨のリンパ節が詰まっていると頭から流してきた毒もここで溜まってしまいます。鎖骨のマッサージも常にやる習慣をつけていきましょう。Thank you.
お疲れ様でした。いかがでしたか？少しクラクラする方もいるかもしれません。頭のマッサージは思っているよりも大事です。おすすめは毎日のお風呂ですること。それを習慣づけていきましょう。一緒にやっていただいてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。